ナイトセキュリティということでね、夜間警備の方やっていきたいと思います。今日はヒーローの任務の時間でございます。どうも。待って、マウス感度4億やねんけど。どうしよう、いいやしな。モザイクかかってんねん。絶対これ映したらあかんもんでしょ。誰のハッピーバースやねん。まあ、俺しかおらんか。天涯孤独やからな。おい、リア充やんけ。ピクニック行ってね、その帰りにね、帰ってくれたんですよね。あ、ごめんね、なんか幸せで。うん、ごめんなさいね。うん、ランドリー、今日はガラキでラッキーデイ。じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃいのチューはないのかい。娘ちゃん、行ってくるね。パパ行ってくるよ。ねえ、パパ行ってくるからね。頼もう。オリエンスから派遣されました、ヒバチマナ35歳です。よろしゅう。誰か依頼主さん、ヒバチマナです。お迎えとかないんですか。今日はよろしくお願いしますね。そういうのないんですか。見えない壁がある。見えないものを見ようとしてや。望遠鏡を覗き込んでるわ。ね、何この BGM。 ちょっとエッチやん。時計の針は十字を指してる。いや、今宵も、しっとりお酒を飲みながらトークでもしていこうかなと思います。やかましいの。本日いただいたお便りはこちら、ラジオネーム部屋の奥の火災報知器を点検し施錠するさんからいただきました。最近トイレの明かりが消せません。どうやったら、人がいる場合に帰らせることができるでしょうか。そうですね、まあトイレの明かりはやっぱ怖くてなかなか消せない時がありますよね。皆さんもそういう経験、人生に一度はあるんじゃないかなと思います。でもね、そんなところは気にせずにね、やっぱり勇気を出してトイレの電気はちゃんと消しましょう。なぜなら最近電気代がね、高騰してきて大変だからですね。はい、ということでね、今日もしっとり、ね、セクシーな見回りをしていこうかなと思いますけどもね。なんやねん、もう一生自販機で飲み物を買い続けとるやつがおるな。そんなに人おる？もうにぎやかやん、パーティーしてるやん。なんなん。どうもー、ひばちまなですけども、あなたは、あなたの風はどこから。あなたってもしかして、ふーん、かく別悪い気せへんやん。別に好きになんかならないんだからね。連絡先かな、 LINE か、 LINE かディスコードかツイッターかインスタグラムか、どれがいいかな。どれでもいいや。ふふ連絡無視しないでくださいね。さよなら。なんかこいつ貫通しやがって。貫通すな。いやいやいや、最新もちょっと、あれはね、ただ帰らせるための作戦ですから。別に悪い気せへんやん。なんだそのお前は。これが動物の森か。聞いてんのか。おい、君、言ってみてんのか。彼はきっと DJ を目指してるんでしょうね。消さないでって言うたじゃないですか。さっき2階にやはりいましたよね。ちょっと気が変わって垂らしながらこっちの階まで来ました。ほな、しゃあないわ。まあ、なんや、出てきた。しかもこれ1枚分厚すぎでしょ。まあ、サイン色紙ぐらいの分厚さありますけど大丈夫ですかこれ。すごい、なんか仕事してるようにはでも一旦見えんか。社会人がこんなに大変やなんて思ってなかったです。そうね、確かに、まあ社会人大変ですよ。俺もね、なかなかね、紆余曲折ありまして苦労してます。苦労しながら21歳まで生きてきました。いや、21歳には分からんと思うかもしれないですけどね、私ね、まだね、バーチャルの方では駆け出しのね、コメディアンやらせてもらってましてね、ほんまはね、いろんな人に見てもらいたいなって思ってるんですけど、なかなか人気がね、下火でね、なかなか難しい思いしてるんですよね。やっぱね、その苦労するところありますよね。うん、一緒に肩組んで頑張ってきましょな。ってことで帰りますね、また明日。相変わらず姿勢いいな、お前。おー、首くるんくるんくるんやって、首くるんやってるけど大丈夫。首のストレッチに効率的にやりすぎやろ。そのうち折れるで、首のストレッチ。首のストレッチ折れるってね。蛍光灯が切れかかってる。蛍光灯変えないと。なんやねん、ダースベイダーみたいなやついない。ベー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 、ちょっと下手か。あ、またこれあるやつ、なんで消したんですかって言われるで。これよ、言わんのかい。全部の階に折ったらちょっとおもろいやろ。ヒューズ、もうね、ホラーゲームの定番中の定番ですよ、ヒューズ。何でもかんでもヒューズ取らせようとしますからね、ほんまに。とにかくヒューズが足りない、電力が足りない、電力を復旧させなければこれの一点張りやねんから。ヒューズの匂いがする、スンスン。これはヒューズの糸。ヒューズの糸って何やの。あ、ホレミ、ホレミヒューズ。どうも、新人バーチャルライバーの、ホレミヒューズでございます。よろしくお願いします。俺のね、弟です。この度2時3時からデビューしました。直しましたよ。俺本来ね、こういう仕事やるのはね、社員さんとかその中の人の仕事ちゃいますの。つまり略奪っていくって生きて悪いな。めえ、でも寝とっ、おわっ、あー、終わってる。お前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 終わってる。今俺がやりました。このバーンってやつ俺がやりました。
はい、犯人俺です。やばいな。変える。ちょ、あかん、夢かも、夢かも、夢、わからんわからん、あの、まだ夢の可能性もある。ちょっと夢、あ、元気な挨拶したら大丈夫。あ、どうも、あの、オリエンスから派遣されましたひわちまーです。あ、こんばんは。 Hello? Excuse me? Hello? I'm ひわちまな。 I'm ひわちまな。 I do ASMR today。 今日はお耳の中をすごくいい感じにしていこうかなと思います。まずは右耳から、そして左利き、左利きってなんや。スイッチがない。発売直後でスイッチが世の中から枯渇してるってこと。じゃあ、おお、そう乗る、この子の体に乗ってるってこと今。いや、もうめちゃめちゃ失礼やん。ごめん。おお、オールスターズお出迎えってこと。何おったっけ。あそこにおったやつと、上におったやつと、奥におったやつと、ごめん、3人覚えてへん、ごめん、もうちょっと覚えとりたかった。うわー、びっくりした。お、なんか雰囲気出てきたな。にゃーって言っちゃった。なんかボボボボ言うてん。ボボ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 、川の中に一心がある、ひどいに行こう。俺当たるよ今から。ちょっとビビる人ごめんな、ギャオーって来るかもしれん。行くよ。前の前ビビんなよ。お前ビビらす側やろ。なんでビビらす側がビビってんねん。思ったよりなんか生きた人間いてビビった。まさかこっちに来るとは思わんかった。この人間ビビらん、怖っ。なるほど、さっきの幽霊さんはボコちゃんやったってことか。来るかな、一旦引いとくか。これぐらい距離持ってこう、レレレしとこ。もう車線切れるようにこうやって、シュッシュッシュッ。もうどこからこう銃撃たれても大丈夫やで。ないんかい。いや、これね、もう閉めたら来ますよ。おい、なんでやねん。逃がさない、逃がさない、裏切り者は逃がさない、地獄に落ちろ。教えて。なるほどな、オッケー、チェイスね。俺チェイスめちゃくちゃうまいから、ちょっと普通に次は勝ちますよ。めちゃミスった、逆やった。あ、ごめんなさい、あのめちゃめちゃミスった。マイクロソフト365開いたわ。え、俺めちゃめちゃドヤ顔して普通に逃げれるわ、俺チェイスとこやからとか言ったのに、え、めちゃくちゃバッドエンドやん。あざっす、おつ、これは正規ルートやろ。え、これ逃げ切れたんちゃう、なんで病院おんねん。あ、娘と妻泣いてるやん。え、俺死んだ。え、泣いてるやん。俺死んだ。え、生きてる、全然生きてる。以上、ひばちまながお送りいたしました。萌えはありがとうございました。